今井隆也閣下、PCR 検査を極力減らせという指示は今井隆也閣下の命令ですか？ PCR 検査で陽性が溢れたらオリンピックの開催がアウトになる。オリンピックがアウトだと GDP 数値に影響する。日本ではコロナ感染者の数が少ないとごまかすことは簡単だよ。PCR の検査をやらないように、そういうマニュアルを保健所に命令すればよいだけ。でも少し心配です。どうしよう。承知してくれるバカ、声の大きいネトウヨのバカを配置した方がいいですね。バカはいくらでもいるよ。吉本興業はすでに安倍官邸の子飼いになっている。金を渡したら何でもやるバカたち。少し難しい話をさせるのだったら佐藤勝がいいよ。バカなら橋本徹もいる。喜んで尻尾を振ってくるよ。本当にバカがたくさんいるから陰謀がやりやすい。わっはっはっは。僕ちゃん悪くないもん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 。